ここが明日から通うことになるあなた方の新しい学校よ。はあ。どうかした？なんだか気の抜けた返事じゃない？ああ、いや、なんかこう、建物がイメージと違ってたもんで。最新鋭の建物だからといって、無理に近未来っぽくする必要はないだろう。ここはテーマパークではなくて研究施設なのだから、夢の国とはわけが違うのよ。いや、これはこれで履き違えた遊園地のアトラクションみたいに見えるような気がするんだけど。そうだな。けれどこれは研究員の精神衛生のためにわざとレトロ調の設計になっているのよ。確かに見た目も最新鋭施設なら研究者も自覚を持って気合が入るかもしれないわね。けれど人間の手による新たな発見、新発明といったものは決して勤勉さからのみ生み出されるものではない。少なくとも最新鋭の病院みたいな建物よりもこういった建物の方が気分は落ち着くでしょ。なるほど、確かにそれはその通りだな。いずれにしてもそのうち慣れるわよ。二人とも荷物はどうしたの？ああ、それは自宅から宅配便で。あ、私も。そう、ではそれはもうあなた方の部屋に届いているわね。なら少し寄り道をしていっても構わないでしょう。だとさ。ですね。研究所だって。そうだな。私たち何を研究されちゃうんでしょうね。ドキドキですね。そうだな。お兄さん、そうだなしか言ってないです。そうだな。じゃあ聞くけど、どんな研究をしてるのかなんて俺が予想できると思うかい、りっちゃん？ううん、ちっとも。で、りっちゃんって私？りっかっていう名前じゃないのか？うん、そう、観光寺りっか。じゃあ、りっちゃんだな。俺か？俺は丸目クロードだ。クロードさんね。なんだか外国の人みたいだね。よく言われる。どういかん、置いていかれるな。行こうぜ。この装置、どんな風に見える？どうって言われても。なんだか妙に不安を煽られるようなおかしな気分です。なんていうか、見ていると微妙に背中が焦げついてくるみたいな、
嫌な感じだな。そう。歓迎するわ、二人とも。ようこそ東京へ。そして人類最後の砦、新東雲学園都市へ。